マイプロジェクト TV の伊藤健です。文化は水のように流れ広がっていくと時々言われますが、言葉も同じなのかもしれません。実際に日本にね、海外からいろんな言葉が入ってきてるわけです。それならば逆に日本から海外に出ていった日本語もあるわけです。そこで今日は英語になった日本語をご紹介していきたいと思います。では行くぞ。指圧。指圧ってまあマッサージのことだね。指圧ね、指圧マッサージ。東洋人はマッサージが上手っていう、なんかそういったねイメージがあるのかもしれない。僕の周りにはね、そういう人が多かった気がします。旨味、料理の旨味のことね。あの繊細なこう表現を表す言葉が多分英語にないんだと思う。日本料理、あの中国料理ほどじゃないけど、まあそこそこグローバル化しているので、こういった料理関係の言葉もたくさんあるわけです。布団。これは正確にはあの発音はね、布団じゃなくって布団で、実際のものもね、掛け布団のことは言わない。あの必ず下に引いてある方を布団で、しかもね、布団っていうか、まあ、あれマットレスだな。布団ショップといえばこれ寝具店のことです。椎茸もね、これね、正確にはこれも椎茸マッシュルーム。海外のスーパーに行くと結構ね、わけわかんないことになっちゃうことがあります。ブラジル産富士とかね、これブラジル産富士リンゴのこと。あとはトルコ産薩摩っていう薩摩っていうのはみかんのこと。食材とか、品種とか、そういったものもね、結構日本語がそのまま英語になっちゃってます。もったいない。これもね、まあ、もったいないっていうその感覚を表す言葉がなかなか英語にないので、まあ、もったいないがそのまま日本語になっちゃったとかよく言いますけど、まあ、実際には英語のウェイストとかね、あれもったいなさを表現するには、まあ、もってこいの単語だと思うんだけど、ちょっと前にね、もったいないキャンペーンというか、なんかそういったブームみたいなのあったじゃん。でそこのね、キャンペーン事務局が言うには、日本語のもったいないにはリスペクトの意味が含まれてる。リスペクトの意味含まれてるか、まあ、そう言われてみたらそうかな。まあ、リスペクトの意味を含めたこう言葉がね、ないらしいね、英語に。だからもったいないがそのまま使ってるっていうような話でした。まあ、実際どうなんでしょう。過労死。なるほど。よく外国人の人が言うのは、生きるために働いてるのか、働くために生きてるのか、どっちなんだみたいな。この言葉が一般的なのかどうか置いといて、ちゃんとね、英語の辞書に英語として載っている言葉です。変態、いわゆる変態まあ本当の意味はね、あのエロい漫画とかエロいアニメとかエロいゲームとか、そういったことを変態って言うんだけど、まあこのエロい言葉に限らず、あの漫画とかアニメとかゲームとか、そういったサブカルチャー系もこういう英語になっちゃった単語ってたくさんあるわけです。ボケ。これはね、あの要するに写真とか映像でのこうピントがボケてること、ピンボケのことを英語でボケって言うんだよね。写真とか、ね、映像やってる方はご存知の方多いじゃないですか。少し。少しってこれ僕知らなかったんですけど、これね、あの少しっていう意味らしいんですよ。まあなんていうのかな、スラングみたいなもんで、こう仲間内だけで使うような言葉なんじゃないかな。特に日本にゆかりのある人からで、この発音は少しじゃなくて少しっていうのが正しいらしいです。聞いたことない。まあなんか過労死みたいなね、悪いイメージの言葉もありますけど、なんか日本から出て行ってね、海外の人に使われてるっていうのはなんか悪い気しないですよね。そういう意味じゃ、日本から海外に出て行った、まだ日本のね、有名なチェーン店とかを比較してみるのも面白そうですよね。ということで今日は英語になった日本語でした。チャンネル登録よろしくお願いします。